そうなりましょう。リットを塗りましょう。こんばんは、だってこんばんは。おやすみ配信おやすみ配信って言っときながらめっちゃ早くない？まだ8時寝ませんよ、リノ。寝ないし、まあ、お風呂も入んない。お風呂も入んないと。N44 秒フライングだって。見て、今日もらいました。あれ、行きたい。どこ行こう。ストーリー載せよん。シュシュシュ。これどうやったらもらえるんだろう。リノの壁車？壁車ですね。見て、これがね、チロリ。何味なんだろうな。味がめっちゃ気になる。え、坂本って書いてるよ、ほら。かー、ほら、坂本。キャー、落としてしまった。ほら、見える？あ、見えないかな。坂本って書いてるの。ダメですね。ぜひゲットしてください。どうやってゲットできるかわかんないけど。博多誕生会のグッズが届きました。新毒じゃなくて会社の名前かな。ほら、なんかリノの顔が顔になんか溶けてきたチョコ。しかも坂本リノって書いてるんです。見えるか、なんかリノの顔にピントが映るね。こうしたら映るかな。坂本って書いてるんです。見えないね。チロルチョコって坂本とチロルチョコのタイアップ商品ですって書いてるんだよ。あ、ホワイトクッキーのが好きなやつだ。昨日ホワイトクッキーが一番好きですね。チロルチョコだったら。こんばんりのちゃん、こんばんりのちゃん。最近はね、リップを2色塗るんです。これはね、中学校の、あ、高校のね、高一のタンプレでもらったやつをまだ使ってる。これはね、塗るんです。塗った後にね、最近はピンクにはまってるので。見えん。こちらの商品、あ、もう文字とかショールームダメなのかもしれないですね。みんなのさ、ほら、まつげとかさ、ほら、目とかはさ、めっちゃピンと合うのにさ、難しいみたい。で、次はこのリップを上から重ねまんます。あ、列車でもらえるんだって。へえ。ただね、めっちゃかわいいんです。かわいいんです。もう画面見ながらするのめっちゃ難しい。まあ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 、眠たい。今日朝早かったけどね、眠たくないのよ。めっちゃ朝早かったけどさ、7時9分に起きたけど、今日は眠たくないかもしんない。 JR 九州さんのスタンプラリーでいただけるそうです。いろんなメンバーさんのやつあったよ。ゲットしてみてください。
さい。あれ、あったあった。ゆぶちゃんがりぬちゃんの話をしています。どこで？いぶきち、いぶきちが、でも今日半袖で寒かった。外歩いてたら、そう、寒かったのよ。めちゃめちゃ寒かった。濃くなりすぎちゃった。濃くなりすぎだ。酔っ払ってる人みたいになってしまった。酔っ払ってるお父さんみたいになっちゃった。今のパパすぐ酔っ払うから。あ、こうやって見たら大丈夫かな。酔っ払ってる人みたいになっちゃったよ。今日寒いよね。今日めっちゃ寒かった。上にカーディガンとかさ、着ていけばよかったと思うくらいめっちゃ寒かった。もう、やー、もうダメなんだね。もう夏終わりよ。確かに寒かった。今のパパすぐ酔っ払います。寝てるいつも。まあでも家族の前だからね。そう、全然好きなペースで飲んでいいと思うけど、パパはすぐ顔が赤くなって、ママは結構強いのかもしんない。台風来てる人、台風も来てるし寒い。何より寒いです。寒い。みのちゃん起きて、おはよう。そう、暗くなるのも早く、今日は7時半くらいに終わって帰ってきたんだけど、7時半、そう、7時半、そうだよ、7時半に終わって帰ってきたんだけど、もうその時間でさ、暗いの外がめっちゃ。昔さ、7時まで明るかったじゃん。もう明るい世界どっか行っちゃったよね。もう暗いもん外。6時半くらいで夕日があるじゃない。もうダメになっちゃうね。ダメになっちゃうとか、なんていうの、こんばんりぬちゃん、こんばんりぬちゃん。あれ、落ちちゃう、日が落ちちゃう。みんなママに似たら強いですね。ママに似たら、でも性格は2人のミックスだけど、まあ顔も全部2人のミックスだけど。どうなんだろうな。顔ママに似てるって言われます。パパに目に出たらこんな感じになっちゃう。まあ顔はママに似てるですけど、そうね、まあ、パパとママのミックスなのであれだけどね。どっちに似てるんだろうな。性格はママなのかな。私もすぐ顔赤くなる。そうなの。見てみたい。もうお休みの時間。そう、今日もお疲れ様、お疲れ様。両方に、でもね、どっちなのかあんまは自分では分かんないけど、妹と似てきたって言われました。妹と似てきたねって言われる。似てきたのかもしれない。もしかしたらミックス系と、ミックス系よ。
ミックス。そう、ママのねスマホの顔認証ができるくらい似てるってことだから結構似てますねって思ったら似てるかも。たくさんのメンバーと会えた。うんうん、今日はでも小田さんとずっと話してました。ずっと「のりのり」だって。のりのり、妹さんとは仲いいの？仲いいですよ。この間も会いました。会いましたよ。くーちゃはかーた48、うちのとこに会いに行こうね、誰よりも好き。妹は背高いんだって。背高くない。リノリちっちゃい。リノ、あ、もうそう、パパ、リノ、妹、ママ、マコ、クララ。そうね。リノとパパパは身長高いので、リノより何十センチも上だけど、リノとママは、リノと妹も、どんくらいだろう。5センチも変わんないんじゃないかな確か。仲いいの？毎日 LINE してる？だって。LINE はしないですね。お互い返信が遅いのであんまりしないかな。もうしたいときは電話しちゃおうかな。もう電話出てって。そう、インスタのストーリー載せました。チロルとチロルチョコと一緒に撮ったやつ。妹は3番目。でもママの身長は抜かしたいなと思ってずっと生きてきました。だから抜かせてよかったっていうか抜かせたなって感じ。ママの身長は抜かしたいと思ってましたね。パパは何センチあるか分かんないです。何センチあるんだ。でも大きいですよ。大きい大きい。服のサイズはね一緒なんです。もうめっちゃめっちゃいい。この前もあの服をもらいましたT シャツと、トップスとあとズボンもらいました。リノはね、あのお化粧品をいっぱいあげたの今回。でもお化粧品もなんかこれでいいのっていうものあげ、あとアクセサリーあげましたね。アクセサリーをね結構いっぱい持ってたのでこの前あげました。そうです、パパの背抜かそう。頑張る。19歳頑張る。1日じゃなくて月に2センチくらい伸ばしていったら、まあ、1センチだったら1センチだったら2年くらいかかるよ多分。180だったとして180だったとして1センチ伸びたら12たす12が24だから2年はかからない。うんけど2センチ伸びたら1年半くらいで終わるかな頑張って。だから鉄棒にぶら下がって合ってるかな計算。計算が合ってたら今の合ってるよ。だから鉄棒にぶら下がりの牛乳飲んで、あと背伸びる方法、早く寝る。もういいのは一生寝て、お肉食べたらいいのかな、タンパク質取って。でもしたらなんか筋肉ついてそうだな。なんかなんかお母さんとかに引っ張ってもらって、あと
整体とか。525日ありがとうございます。ありがとう。こう ありがとうございます。ただまだ伸びるかもしれない。まだね、頑張ってね。めっちゃ頑張ったら伸びるかも。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。で、こんばんはかもしんない。イエイ、ありがとうございます。ありがとう。イエーイ。525日、パンナコトさん、ありがとうございます。ありがとう。でも鉄棒にこうぶら下がって、こうなんか重力をこう下にしたら伸びるらしいですよ。で、知らないけど誰かちょっとやってみてください。パパの痛いすごいよね。逆にパパが大きいからここまで伸びたのかもしれない。うん、そうそうそうだよ。抜かすことはできないけど、パパが大きかったからここまで伸びた説はある。ここまで、そこまででかくないけどね。普通だけど、まあ160まで伸びたのかなと思う。毎日ジャンプしましょう。そうね、公園とかに行ってジャンプしようかな。おめでとうございます。ありがとう。丁寧にありがとうございます。嫌じゃないと。だって、確かになんかぶつかりそうだよね、頭が。電車とかにぶつからないのかな。あとさ、なんか不便なことがありそう、あんまり大きすぎるとね。例えばベッドに寝転がった時に、あのベッドのなんかベッドから足が出ちゃうとか、お風呂に浸かりにくいとかありそうじゃない。あとなんだろうな、ジェットコースター乗りませんとか、乗れませんか。足に重りをつけてぶら下がりだって。ブンブンね、ぶら下がったらできるかもしれないけど、あとは大きくなれるかな。めっちゃ好きだって。 Thank you Thank you。 あー、釣り革ね。でも森のね、釣り革つらさが、釣り革つらさ、ん、釣り革に捕まらないようにね、こうやってバランス鍛えてる。ね、博多誕生会のグッズが届きました。ありがとうございます。あの、かわいい、かわいいね、あのあれなので、ぜひいっぱい缶バッジとか使ってください。あれは届きましたか、博多誕生会のサイン。あのケーキを投げてくださった方のサインは届きましたか。それはまだなのかな。嬉しいグッズ、写真のさ、可愛かったでしょ、写真のあれ、あれ、あの写真のリノがさ、プロデュースっていうか写真、マコとクララのやつ、めっちゃ可愛くない、可愛くなかった。サインはまだらしいです。じゃあ今両方取れたのかと思った。じゃあサイン、ケーキを投げてくださった方はもうちょっと、でも書き終わったので、書き終わって8月に提出したから、多分そろそろ毎日もう首を長くしててください。そしたら多分ね、首を長くしてる方には早く届くと思いますよ。そう、あの、あと夏休みの、あれ、夏休みの初中お見舞いも書いたので、それもあのまた首をもっと、あ、でもそうね、首を長くしてたら拭きます。といっぱい長くしててください。
はい、も楽しみだった。あ、そうそう、じゃあまだなんですね。待つものがいっぱいなんですけど、一生懸命書いたので待っててください。そろろそろろ、マロンとクララの、写真がかわいい。いや、かわいいだよあれ、ほんとにお気に入り。めっちゃよくマロンに見せるんだよ。マロンがグッズ化したよって言って、マロンにもクララにも見せるけど、マロンもクララもあんまり分かってくれないからさ、グッズ化するのがどれだけ大変か。グッズを出せるかにもうめちゃめちゃ感謝しないといけないのにね、マロンとクララはなかなか分かってくれないので、分からせるのが大変です。缶バッチ、そう、缶バッチとマグネットかな、マグネットがついてますね。でパッカンって本型になってるの。そう、いっぱい待っててください。キリンみたいにして待つ。そうね、キリンみたいにして待ってください。ただ多分きっと来る来る、きっと来る、そこしかわかんないけど、来るきっと来るみたいな、なんだっけこれ、あのモニタリングじゃなくて、なんだっけ、世界一怖い話みたいな、来るきっと来る、知ってるよ、知ってるけど何の映画だったっけなんかあったよね、テレビの CM でめっちゃ見る。今日の服はインスタのっけだって。昔のっけたのでのっけません。そう、出張見舞いは寒くなってからする。くーるー、え、映画だっけ、今 CM で見たんですね。なんか番宣みたいな。くーるーきっと待って、本当に来そうだからやめとこ、多分間違えてて、リノのとこに来そう。リノのところにいっぱい来そうだからちょっとやめよう怖い、めっちゃ怖いよ。朝起きたら取りつかれてたらめっちゃ怖い。やめよう、ちょっとハロー林、本当に来たらリノ多分本当に来そうじゃない、こんなこんな歌いっぱい歌ってたらさ、ファンのみんなが怒ってさ、ファンのみんなのお家からリノのとこに来るかもしれない。怖っ。しかも夜だし、今何時、あ、まだ20時だからお化けいないと思うけど、これが23時に来てたら怖いね。なんかお化け来そうじゃない、クーンとか言ってまた歌えそうになっちゃうけどね。えテレビから見に出てくる。でも最近この曲聴かないかもしんない。でも絶対見ないんです、あの世界の世界一怖い話だっけ、世界夏のやつ、夏によくやってるやつ。ねなんだっけ、夏によくやってるよね、世界って一番怖い話じゃなくて、宇宙で2番目に怖い話じゃなくて、なんだっけな。テレビから飛び出してくる。あ、そうだ、本当にあった怖い話だ、それそれ。来たら教えてね。うん、教える教えちゃうよ。最新だとスマホ、パソコン、タブレットが売れてくるのってめちゃめちゃ最新のお化けだね。やっぱ住んでる世界が違うわ。ゆうきちゃん、ハートありがとう。勉強いっちゃったかな、ありがとうございます、ありがとう、頑張りの。萩山陽生さんもハートありがとうございます。ぷよん、まなことさん、かわいい、ありがとう。のりさんもありがとうございます、ありがとう。ネイバップさん、ゴーゴー、ありがとうございます、ゴーゴー。ガランさんも、だるま、ありがとうございます、ぷよん。
ともちゃんもハートありがとう。さくさんもぽよん。てっちゃん、ありがとうございます。なべたかさんもハートありがとうございます。ぽよん。パンナコッタさん、ミラーボールありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。怖い、来たら怖い。ツイートもするけど、その場のお化けを映したいので、ショールームをつけるかもしれない。そう、もう徹底的瞬間なので、ツイートしてたらさ遅いじゃないですか。だからやっぱりリノはね、ショールームでみんなにリアルの生中継です。お休み配信しますって言ってお化け見せる配信しますって。本当にあった、怖あった怖い話、今年までだって。嘘。ね、深夜にショールームの通知来たら怖いよね。だって普段絶対できないはずだよ、絶対できないはずなのに、お化けに会ったらできるかもしれないって怖いよね。でもさ、そんな言わないかもしれないじゃん。お休み配信しますって言ってお化けが横にいたらめっちゃ怖くない？それこそスマホ投げ捨てそうね。大丈夫、出ないから。でもあんなにいっぱい歌を歌っちゃったのは良くないなと思うけど。怖ーい、だって怖ーい、怖いよー。ねよん、ラパちゃんがいるよ、ラパちゃん。でもね、こうやってね、人がいるときはね、まあ、みんながいるときはいいんですけど、リノお風呂入って目つぶってシャワーでこうジャーッてするときめっちゃ怖くなる。なんか後ろにさ、今は大丈夫だから脅かせなくても、リノ強いので。あのお風呂のときめっちゃ怖い、わかる？お風呂、あと階段降りるときとか、なんかめっちゃ後ろついてくるんじゃないかなと思って、こう急いでこうピコって後ろ向くけど。お休み配信しただけなのにっていう映画ができそう監督なって。そうだよ、京都で着てたお洋服、大正解。そうだよ、かわいいでしょこれは。でももう寒いからこれ多分着れません。もう見納め、バイバーイ。そうです、そうよ、京都に来てたお洋服です。そう、頭洗う時とかシャンプーする時とか、そういう時なんかめっちゃ怖くなる。あのお湯に浸かってる時はいいんだけど、あのね、頭洗う時めっちゃ怖い。で目つぶってシャワーしないといけないじゃん、その時めっちゃ怖い。いないんだけどね、いたこと一回もないのに、ないのに怖いなーってめっちゃ思っちゃう。京都の今年ありがとう、だってありがとう。俺今年いっぱい来ました、リノ。お誕生日の日も来たし、京都の握手会でも来たし、結構いっぱい来ました。これからお風呂入る、お風呂入った人、お風呂入った方いますか？みんなまだなんだ。6月10日のインスタ見つけてきた。あー、なんかすごいいっぱいコメント届きた、びっくり。目つぶらん派、どっちだったっけ、全然考えたことないんだけど。あ、入った方多いね。待って、今お風呂の時シャンプーどっちだったっけ。
みんな見てることが多いんだよね。テレビ見ながらしてることはいいけど、どっちだったっけ。あの目に入ったら痛いので、でも今もしかしたら目ガン開きしてやってるかもしれない。確かつぶらないかもしんない。でもシャワーするときはさすがにつぶるよね多分。シャワー、お風呂、髪の毛洗うときどっちか忘れちゃったけど、シャワーはさすがにつぶるけど、どっちかも分かんなくなっちゃった。配信終わったら入ります。色もそうしようかな。いや今日はね、可愛いあのメイクしたままね、配信をしてからお休みにしようと思って、この時間にお休み配信。お風呂にテレビがあるのってね、違う、お風呂になんか濡れてもいいテレビを持っていくんですよ。そこで録画した番組を見ます。そう、ないよテレビ、そんな高いものないです。まこちやっほー、まこたん、まこたん、今何時なんだろう。見て今日まこたん炭治郎、鬼滅の相手と炭治郎のお洋服を着ています。炭治郎カラーのね、ファンの方に言われたんだよね。ほら、イノボウォーって。やめて、舐めないで。水の呼吸使えますからって、まこたん水の呼吸使える。リタチ鬼滅の刃さん見てないからわかんないね。みんかみんな知ってるね、リノわかんないんですね。かわいいの、しかもお日様がついてるの、かわいい。ほら、僕は炭治郎、イナバウアーって、イナバウアー、あやごめんね、恥ずかしいね。20時32分で、40分に終わりにします。と鬼退治に行かないと。可愛いでしょ。でもマロンって本当にうちの中の番犬で、すごいよ。リオンが寝てるじゃん、寝てて、それでちょっとさ、カタッと音とかする時あるじゃん、なんか物が。したらマロンもうすっごい吠えるの、パッと起きて。でめっちゃ起きてもうワン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 って言って玄関のところまで行って守ってくれるんです。男前だ、まこ。だからちょっとした音も見逃さないの。そうだからリノのうちにお化けが来ても大丈夫。まこが、まこどうしてくれるかな戦ってくれるか分かんないけど、お化け来ても大丈夫。まこたん、まこたん、ダメ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 よ、ダメダメ。宅急便もわかるんだけど、寝るときに寝てるんじゃなくて番犬もちゃんとしててくれるの、お家の。ねえ、すごいよね。お利口なんです、いい子だね。昨日動物病院に行ったら太りすぎって言われて、今日から間食禁止。まこたんも言われたね。ちょっとこんな太ったトイプードル見たことないって言われたもんね、まこたんもね。ダウリダウリだって。犬欲しい
なんか今日めっちゃ欲しいになってない？コメントする、コメント全部さ一生懸命考えてると思うんだけど、欲しいになってる気がするんだけど、なんてことなんだろう。なんて書いてんだろう、言う欲しいって。何なんだろう、今日なんかコメントね全部ねお星様な気がするんだけど、あのさ星のさ基準本当に難しいよね。いや今コメント見てるじゃん、で星のやつは目立つんですよ、やっぱり急に会話の真ん中にお星様が入ってるからそう目立つんだけど、今日なんか全部お星様になってる気がする。コメントしてくれてありがとう。犬なんて書いてんだろう、あ、犬お化け見えるっていう、犬お化け見えるっていう、なんだろう。え、これファンの方のファンのさみんなから見たら星になってるの？ニノはこう星になるんだけど、まこたん、え、みんなから見ても自分が星になっちゃったら、あ、星になっちゃったってわかるのかな？なんかさ、なってなかったらさ、ちょっと気づかなかったらかわいそうだなと、今なんかめちゃめちゃあれと思ったけど、あ、気づいてるんだね。そうだよね、同じように。でもね、星一つで来るとめっちゃ怖いの。何を打とうと思ったんだろうと思うんだけど、なんか星だけで来るとそうだけど、なんか言葉の間に星になったら、うーん、なんかもしかしたら伝えようとしたのがお星様になっちゃったのかなってめっちゃ思う。分かってるんだったらでもよかった、めっちゃ分かったね。まこたん、まごだん、まごだん、よかったね。うわー、星になったわーと思うんだね。そうだよね、そうだよね、星になったって。長い分打って星になったらショック。あー、確かにめっちゃそうかも。そうだよね、せっかく打ったのにと思うしさ、それさ、まあ、ショールームの多分システム上の問題だけどさ、こうショールームのコメントで打ったらもう消せないじゃないですか、絶対もうずっとあるからさね、こう下に下がってくれるまでずっといるもんね。お化けも星になるらしい。何がダメなんだろう。なんか難しいな。だいぶ解読するの上手になったけど、さっきの文章はめちゃめちゃ難かった。犬がお化け、なんて書いてたんだろう、面白。だって LINE 最近取り消しできるんですよ、ずるくないですか？今 LINE 取り消し大っ嫌い。LINE のさ、 LINE の送信取り消しがね、送信取り消しさせてるって。そう、 LINE は最近送信取り消しをできるようになって、あ、何時間なのか分かんないけど、そう、取り消しできるようになってるの。なんかやだあれ、すごいやだ。しかも取り消ししたらそれも通知が行くんだよね。なんとかさんが LINE を取り未読になってない時かな、既読してない時かな、なんだかよく分かんないけど、なんとかさんが LINE を取り消しましたって使うのすごいやだ。もう通知行くよね。でも通知ね、行かない時もあるんだよね。なんか便利な機能かもしれないけど、いうのはあんまり、そう、え、しかもなんか知らなくて、取り消しされたのも知らなくて、それで次誰かその子と LINE しようと思って、その子の LINE のページ開くと、めっちゃ送信取り消しされていましたっていうのが返したりすると、あれ、なんか
この日何を送ってたんだろうってめっちゃ思う。間違える時便利だって。まあね、わからないって打つと星になる。嘘、なんで。お化け、ダイエットもだって。メモ。久しぶりに見に来た、ありがとう。メッセージを送信取り消しました。するとモヤモヤする、モヤモヤ。でもする人ってめっちゃするくない？わかる？なんか、あ、すごいっていっぱいするんだなってめっちゃ思っちゃう。そう、大体する人って一緒。ねえ、わかる、だって。そう、あのね、一緒なんです。大体する人はもう決まってて、お友達とかでも、あ、よくするなって感じなる。追消しよくします。そうなんだ。追消し、にでも追消するときある。でも多分通知取ってくださる方は二重で通知いくんだろうなと思って。この前もチームピンクのことをピンクチームって書いて、ちょっとこれやばいかなと思って追消ししちゃって。でも秒で追消します、したりするよね。まあこう、そう、発言には責任を持ちましょう、持ちましょう。でもそのね、ショールームは送信取り消しの機能がないので、まこだ、うるさい、うるさい。めっちゃしょっちゅうツイッターショールームじゃなくてツイッターめっちゃしちゃう。あとインスタもめっちゃしちゃう。全部だ。メールはないけど、あの、しょ、いや、インスタはよく下書きにね、下書きを貯めておこうと思って、で、それをお昼くらいにするので、お昼くらいにしたら夜に間違えてそれをこう下書きに保存って押せばいいのに、送信にしちゃって、その瞬間大慌てよ。これは今日の夜しようと思ったのにと思うの。だいたいいつもね、シュッシュッシュッヘイッと押しちゃうと投稿してたりする。ただ急いで消します。にゅうちゃんのツイートにコメント書こうとしたら、コメント書けない時があるのはそれからだって。これかもしれないですね、もしかしたら。でもなんかね、最近分かったのが、その下書きによくインスタ保存するんだけど、あの下書きに保存すると大体あれになる、画面が真っ黒系になるの、何枚かだけ。途中の3、それが下書きに保存したやつがなんかそうなりやすいってことになんか分かって、最近は、最近っていうか昨日くらい昨日くらい、この前もね、なんかの投稿もね、真ん中だけが黒くなっちゃってね、そう、下書きに入れたやつがなんか最近あるんだよね。あ、この真っ赤なアンブレラの時、アンブレラの時もこうそれを統合したら真ん中だけ黒くなっちゃって、そうなの、やめました。で、あの投稿し直しました。だから下書きに入れたら黒くなっちゃうのかな。目にいたら消えてることがある。すみません、すみません、すみません。おくじさん、ハートありがとうございます、ぷよん。あやりパパさんもハートありがとう、ぷよん。りょうさんもまこちゃんありがとうございます。あ、今日はまこがいるよ、ありがとう、まこちゃん。くじラッキーもありがとうございます、シャキーン。なべたかさんもだるまありがとう。ともちゃんもまこちゃんありがとうございます、ありがとう、まこちゃん、まこちゃんありがとうございます。あやりパパさんもありがとう、ぷよん。
ちゃんのツイートは秒で見とる。え、嬉しい。パチパチ。インスタのリナのチロルチョコじゃーん。君と今何時だ。もう45分だって。じゃあ皆さんお風呂に入ってくださいお風呂に入ってない方、お風呂に入ってない方は目を開けてお化けがいないか確認してお風呂に入ってご飯食べた。じゃあご飯食べた方は、ひなもご飯食べたんですけど、頑張れの応援の一言ください。頑張りの頑張りの、そう、入ってください。お化けはいません。ドキドキしながらお風呂入る。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。はい、ありがとうございました。ではランキングを見ます。13位、タックさん。12位がハシムッチ。11位がクジラッキー、ありがとうございます。10位がのべたかさん。9位がオカモ。8位がプリントさん。7位がザキザキザッキー。6位がサクさん。5位がコムさん。4位がトモちゃん。飛ばしてないよね。3位コムさん、トモちゃん、ノリさん、ありがとうございます。2位がチェちゃん。1位がパンナコットさんでした。1位久しぶりありがとうございました。ありがとう、パチパチ。3000人のこともありがとうございました。ありがりの、いっぱい見てくれてありがとう。チチチチチチ、明日夜にします。メラピコ、今日も一日お疲れ様でした。おやすみ、バイバーイ。今お風呂に入りますお化け出ないように応援しててください。おやすみ配信ありがとう。寝ましょう、バイバーイ。固まってる、ありがとう、バイバーイ。またねー、ありがとうございました、バイバーイ。